防御率7点台の藤浪、とんでもない金額でメッツと契約。オリオールズから FA となっていた藤浪晋太郎投手がメッツと1年契約に合意にしたと、2日、日本時間3日に米ニューヨークポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏らが報じた。基本給は335万ドル、約4億9800万円、85万ドル、約1億2600万円の出来高がついている。メジャー挑戦1年目の昨季は、アスレチックスとオリオールズでプレー、シーズン序盤は苦しんだが、中継ぎに配置転換されて復調、7月19日、同20日にプレーオフ進出を争うオリオールズがトレードで獲得し、移籍後は30登板で2勝0敗2セーブ、防御率 4.85 だった。2024年に入って今永翔太投手がカブス、上沢直之投手がレイズマイナーに決まっており、これで NPB を経てメジャーに挑戦している日本人全選手の去就が決まった。千賀と京都会、いい球団に入ったな。ナリーグに集まりすぎやろ。藤はエンターテイナーだからね、嬉しいよ。しかし向こうは額がでかいな。年俸高すぎわろた。佐々木5人分の年俸や。藤はしれっと稼いどるな。 NPB で今5億以上もらってると押して誰よ。そらピッチャーはみんなメジャー行きたがるわな。日本人に限れば有原だけだな。その人何されてる方なの？ SB の S やぞ。ほんま？と思ったけどほんまやね。佐々木より年俸高くてくさ、NPB ってマジでいる意味ねな。マーボークやシエイやろ、日本なら1億2千万や。中継ぎでボーク、マジでメジャーって夢あるな。日本の先発でボークとか沢村賞獲得ぐらいしないとまずいかないし。そりゃメジャー行きたいわな。レベルも高くて給料も中継ぎでこれとかメリットしかねえわ。ドルがインフレしまくってる上に円安が進みすぎても契約金は天地のさやな。64試合、7.18 のリリーフにボークの時代や。ボラスが優秀すぎるな。まあカタログスペックだけは高いからな。メジャーでも永遠のワンマークになったんや。メッツは今年勝負の年じゃないし、ワンチャン跳ねればトレードでプロスペクトもらえるからいい買い物やな。頑張れ藤浪、応援しとる。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。